はやきありがとうございます。ね、ハートありがとう。そうそう、たやきありがとうございます。モーター最後のシングル曲たチーム曲楽しみ。え、これいっちゃダメなやつ。え、もう今度のS の曲参加してないよ。ちょっと言っていいよね、言わなきゃね、おかしいもんね。あの次のシングルのチーム曲、多分チーム曲であの収録だと思うんですけど、チーム曲参加してないよもう。え、そうなの、え、ダメだったこれ言っちゃ。え、いいよ、だってねえ、え、そう、参加してない、参加してないけど、けどっていうかなんて全然関係ないんだけど、チーム S がね、愛花ちゃんとかがあの MV 撮影の合間時間に、もうちょうどその時になんかあの学校の放課後で学校に残ってたんですよ。だからそう、愛花ちゃんとなんやときみちゃんかながテレビ電話でテレビ電話で電話してきてくれて、もう学校からあテレビ電話で電話してたり、そう、あとあのインスタのストーリーとかでなんか親しい友達にするとさ、チーム S しか見れないようにできたりするのね、インスタのストーリーって。それでなんかMV 撮影の様子とかをチーム S のメンバーが結構載せてくれたりなんかたくさん見てました。緑のたい焼きありがとうございます。どんなんか知ってるの、ミシュとか見たよ。かまーん、かまーん、ハートありがとう、ハートありがとうございます。たい焼きありがとう。緑のタコさん、じゃあクマさんありがとうございます。こんばんは、こんばんは。そう、あとはね、あのシングルのこともあれ、あの今ねたくさん発表あってね、配信であったと思うんですけど、ももはね今日あの卒業公演の日程が発表されました、発表されましたというか、よかった、まだ6月の上旬、なんか1週間前とかじゃなくてよかった。結構さ、6月もう言えるから言います。ももの卒業公演は6月30日に、はい、6月30日に卒業公演をしていただけることになりました。ありがとうございます。みのるのたい焼きありがとう。そう、大体わかったね、大体察してた、わかんないか。6月30日に卒業公演がね発表されたので、はい、絶対に見に来てくださいね。お仕事とかその用事があるよって方とかもねいるかもしれないんですけど、本当にもう6月30日、もう6月30日に卒業するから、その卒業する6月30日にもうその日だから、もう その日が最後なわけ、もう活動できる日自体が。だからもう最後の最後までね、最後のアイドルの姿をねちゃんとまあ、ずっと前から応援してくださってる方も、最近応援してくださってる方も、まあ、中間ぐらいから応援してくださってる方も、みんなねそれぞれだと思うんですけど、ね、好きになるタイミングはね違っても、みんな最後はね一緒に終わるというか、最後はねみんなね一緒にね見届けてほしいので。めっちゃ中間です、そうですねコン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 、ハリケーンくんの悪魔ありがとうございます。たい焼きありがとう、ハートありがとう。なのでね、
ハートありがとう。そう、なんか僕なんかまだファン歴浅いんでとか、そうそうとか、なんか卒業公演入るか迷ってますとかって思うかもしれないけど、自分が今ももののこと好きって思ったら卒業公演入ってください好きって思ったかっていうか、そう、自分はちゃんとももたんのことちゃんと好きだな、最後まで見届けたいなって思ってくれたら、それはもう立派な桃係なので、ぜひ待ってますハートありがとうね、こんばんは、こんばんはね。でもね、当たるね確率がねあれだもんね。そうだよね、本当にね、そうよね、ね、そうそう。でもね、なんか本当はもうね、誰でももうでどちら様でも来てって言いたいところだけど、でもね、入れる人数制限もね決まってるからね、ね、でもなんかできるだけね、まあ、たくさんの方に当たってほしいっていうのがあれだけど、まあ、人数は決まってるからね、ぜひね、たくさん応援してきてくれた方だったりね、そう、本当にね、もう本当みんな当たってほしい。もうなんか外れたとか聞きたくないからね、そうだからね、え、みなりのたいゆきありがとう。そうそう、ねえ、外れた、もう当たったっていう、もう素直に喜んでる拍が聞きたいからね、ね、そうそう、ぜひね、えハートありがとう。ぜひね、はい、よろしくお願いしますっていうかね、何日後、当選発表とかがね出る時にね、また当たったよってみんなが笑顔で言ってくれてるところがね、想像したいのでね、皆さん当ててください。緑のたこ焼きありがとうございます。ハートありがとうね、いや本当にね、2回戦ぐらいやりたいよね外れたらね、膝の上とかでもいいんちゃうって思っちゃうね、みんなね、ハートありがとう。ぜひぜひぜひ、ハートありがとう。お願いだから桃係以外は入んないでほしいってまあまあね、そうね、当たりたいとそうなっちゃうよね。あと、ありがとう。コン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 、マリゲコ6番ありがとうございます。ね、あと、ありがとう。ね、いつもいる方に当たってほしいなと、優しい。ね、なんで今年の公演は S 公演は平日ばかりなのか、え、そうだよね、そう言ったのも、公演がなんかウォーのファンの方結構お仕事の関係で土日しか入れないファンの方とかもたくさんいて、そうだから、そうマネージャーさんになんか言ったんですよ、もうなんか特会の時に結構たくさんの方に言われたから、なんか特会終わった後になんかモモのファンの方が結構土日しか入れない方が多くてみたいな、土日に S 公演とか鉄菜とか土日にやったらその鉄菜とか出たいなと思ったんですけどって言ったんですけど、もうね、もう公演はねやっぱ決まってたから土日なかったなかった土日ね、やっぱメンバーのね調整とかもあるからね、決まっちゃってた、ごめん。でもまあ交渉したんだよね、ハートありがとうございます。そうそうね、ハートありがとう。あと最後の
卒業公演もそうなんですけど、あの最後の手綱が決まりました。6月21です。もうこれが本当に最後本当に最後だからねみどりのくまさんありがとうございます。あとありがとう。今度こそ最後、今度こそ最後だよ6月21日本当って本当多分、いや本当本当6月21日が手綱です。そう、なんかあーやがずっと一緒に出たいって言ってくれてて、もも一緒に出なかったんですけど、最後の最後で叶うからめちゃくちゃ嬉しいな。そう、なんかやっぱさ、チームが違うとさ、いくら同期とはいえさ、なんか出れないじゃん公演一緒に。だからそう、ずっとあーやも一緒に公演出たいねって言ってくれてたから、最後の最後でね、鉄の一緒に出れるのめちゃくちゃ嬉しいんだあとありがとうね、たい焼きありがとうございます。あとありがとう。21人ってすな、もう耐えれると9期6人です。めっちゃいるじゃんめっちゃいるじゃん。そんなにいたっけ。あ、いたか。でも割とでも9期は人数が多いからね。6人いてもまだいっぱいいるからね。あとありがとう。ね、出れるの嬉しいです。あとありがとう。そうだから6月21日の手をつなぎながら公演と6月30日の卒業公演が決まりましたよっていう。はい、ペンギンありがとう。緑のたい焼きありがとうございます。緑のたい焼きありがとう。そして明日からはトーク会です。楽しみね、とっても楽しみ。みなりのたい焼きありがとう。明日は愛知スカイエキスポに行っちゃいます。でもね、なんか明日楽しみなんだけどさ、明日が終わるとなんかトーク会行く司会が終わるって思うと寂しい気もするけど、でもまだ明日は何回明日って言うね。明日はまだある。明後日のが寂しくなりそうね。そう、楽しみですね。2日間、この2日間でも、はじめまして SK ハテとチームアイスの高校2年生16歳に平野桃奈です。来てくれてありがとうございます。たい焼きありがとう。それではドロップ出します。じゃん、明太子1457日ありがとうございます。明太子です。いっぱいお話ししようね。あ、 DM 見たよしおり全部細かいとこまで見た時間取りに来るんだよ。あ、ありがとう。明太子です。カニがさ、カニとかさ、海鮮とかがもらえる、この前のさイベントあるじゃん、お肉とかがもらえる、この前のイベントがあったんですけど、ショールームのみんなからいただいた。で、なんかカニ海鮮のさもらえるさ、あのイベントあったじゃん。で、それでなんかカニとかイクラとかがあったので、でもなんか前カニ食べたしなと思って、でもは結局皆さんからいただいた海鮮のチケットの中から明太子を選びました。明太子でさ、ちょんちょんってしてご飯はぶって食べるの美味しいなって思って、想像したら食べたくなって明太子にしました。辛いの大丈夫なの？大好き。明太子は血圧上がる？いいじゃんいいじゃん。今日83とかしかなかったからさ、朝買ったら、朝じゃない、あ、いつだ、行く時か、あった、そう、はた、ありがとう。そう、でもなんか明太子、あ、今はまだ凍ってるんですけど、冷凍で届いたから、いや、めちゃくちゃ嬉しいよね、さすがにしかもね、結構いっぱい入ってたんだよね。そうそう、
構ね明太子がねこれまたいっぱい入っていてる。そうでもなんか今日ショールームで食べようと思ったんだけど、ちょっと明日ね明太子ってさ辛いじゃん、塩分多いか知らないけど、なんか喉乾くじゃん、喉乾くイコール水分いっぱい取るじゃん、で水分いっぱい取るイコール明日むくむじゃん、やっぱ明日はね可愛いお顔になるかは分かりませんが、やっぱなんかねむくみを取っていきたいので特会なのでみんなにあるのでありがとう。なのであと夜ご飯食べちゃったんだよね。なのでまた明太子はショールームで食べたいと思います。1457日ありがとうございます。いや本当に嬉しすぎる、早く食べたい早く食べたいね、嬉しすぎるんだよね、本当ありがとう。たい焼きキング決定戦AKB48 6位な、何これなになに、たい焼きキングだって、たい焼きキング決定戦いや、いいじゃん、6位だってもうすごいじゃん、たい焼きキング決定戦6位だって、なんだこれなんだこれ、みんながたくさんたい焼き投げてくれてるからってことなになになに、和菓子イベントと同時になんかやってるみたい、あ、そうなの、毎日毎日僕らは鉄板の上で焼かれて嫌になっちゃうね、タイヤキングやばい、じわるタイヤキング6位ありがとうございますやばい、1位になりたくなってきちゃう、こんなありがとう、タイヤキング、タイヤキングありがとうございますタイヤキングありがとう、いやかっこよくない、タイヤキングってね、タイヤキありがとうね、タイヤキ、タイヤキ、あ、やばいやばいやばい、タイヤキング、タイヤキングいいじゃん、タイヤキングのキング取れちゃうんじゃない、こんなみんな投げてくれたら燃えてきたぜひ無料のたい焼きあったら投げてください、よろしくお願いしますたい焼きありがとう、たい焼きありがとう、みのりたい焼きありがとうたい焼きありがとう、たい焼きありがとう、たい焼きありがとう、みのりたい焼きありがとうあたりがとう、ももたんたい焼き尻尾から食べるんだっけ、え、どっちだっけ、もう最近たい焼き食べてないか忘れた、どっちからだ、尻尾からかな、前もなんて言ってた自分で分かってないねえ、こんばんは、こんばんは、ゆいのたい焼きありがとう、たい焼きどうぞ、たい焼きありがとう、たい焼きと焼肉どっちが好き、たい焼きたい焼きありがとう、たい焼きたい焼きありがとうこっちマジも、たい焼きありがとう、たい焼きありがとう、焼肉でしょ、はいたい焼きだよね、全身でお願いします、いいですよいいですよ、え、全身でたい焼きングしてっていうリクエストですよね、それはみなりのたい焼きありがとう、うまいやん、ありがとうありがとう、パレオやん、あ、確かに珍しい魚、たい焼きありがとう、あ、あと皆さんパパママのあの結婚記念日のあのおめでとうツイートありがとうすごいさ、ももがさ今日パパとママの結婚記念日とも言ってないのにさ、みんな覚えててくれてさ、ツイートしてくれて、なんかなんていい人みんな
なのと思った。本当にありがとう、喜んでおりました。タカさんありがとう、ね、ありがとうございます。はい、パパは今日はお休みを取ってなんか焼肉を食べに行ったらしいよ。焼肉デートしてきたって言ってた。ハートありがとう。ハートありがとうございます。チューしたのかなって、してないって言ってたよ、つまんなって言った最悪な娘パパにも周りもチューしたしてない、チューしたしてない、つまんな今日の会話ハートありがとう最悪こんな娘は嫌だたい焼きありがとうね、もうだ反抗期あってもう反抗期親にはなかった同期にはあったらしいがたい焼きありがとう、緑のたい焼きありがとう。手はつないだのかなって、それもしてないらしいよ。じゃあ牛はしたって言ったら牛もしてないらしいよね。牛はしてないのにさ、牛は食べてきたんだって。チーンえ、めっちゃおもろくない今のどうは、うん、今もう速攻で考えて結構ダジャレうまいかなと思ったんだけど、あれそう、だって牛はしてないのに牛は食べたのよもうついていけません牛だけに、もうもうだけ笑ってんのこれだとしたら結構ごめんなんだけど、もうたん0点はい、オーダー歌いまーすね、本当に卒業するのだからするって卒業声もね決まったので、はい、牛だけ牛使ってもいいよ別にもしダジャレとかなんかね、会社の打ち上げとかで一発芸とかやる機会あったら使ってもいいよ真似してもいいよ別に。それでは聞いてください、平野ものでSKフェスティバル。前結構詰まった、ありがとう。Oh, oh, 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 oh
卵焼きじゃない、たい焼き。あ、終わった。すごい、たい焼きフェスティバルじゃん。平野モナでたい焼きフェスティバル、 SK フェスティバルを聞いていただきました、ありがとうございます。え、すごい、何今の、すごいんだけど、ありがとう、お腹いっぱいだわ。ありがとう、これです、本当に。すごすぎる、ありがとう。はい、じゃあ次、最後のもう一曲聴いてるよね、最後の曲聴いてください、待ってね。それでは聴いてください、平野モナでニューシップ。Yeah.
でしょ。めっちゃそこ気にしてる。どう、タイヤキングね、結構順位高いじゃない。すごい、ありがとう。なんかもう俺の言い切れないほどのたい焼き、ありがとう。すごすぎる。なんかもうねえ、な、何個たい焼きを投げて、たい焼きング3位、やった。やった。めっちゃすごいじゃん。たい焼きング3位まで上がったよ。すごい、やばい。やばい。ね、すごくない？え、このさ、マーから始まる方はさ、これみんなたい焼きたくさん投げてくれてありがとう。なんか見えなくなっちゃった。僕タワー何個投げてくれてる、これ。もう見えなくなっちゃったぐらい、すごい。みんなありがとう。やっぱ10個10万、ありがとう。すごすぎる。すごい、ありがとう。え、ありが、え、ありがとう。センキュー。あ、もう、え、アメリカ行っていいか。これを機に行く？ね、さすがにね、もう直接卒業前にちょっと行ってこうかな。ダメだ、もう飛行機苦手だった。もう本当にね、もう本当にそれぐらいね、お礼言いたい、直接。ありがとう。まあから始まる口パクの名前は3タワー10本ありがとうございます。ありがとうございます。見るのとこがあるよ。10本ってねえ、ありがとう。Thank you. I'm very, very, very happy. Happy, happy. Thank you, thank you, thank you. Love, love. Love you. すごい。三。タワー10本。ありがとう。いっぱいありがとう。本当に。そしてみんなもたくさんのたい焼き。本当にありがとう。それではランキング、まず13位の大阪のおばちゃんって私は変わっちゃった。13位のプリンの方、ありがとう。12位の平野おなちゃんの方、ありがとう。11位のてるてる坊主の方、ありがとう。10位のてんてんぽんぽん、ありがとう。9位のたい焼きだー、ありがとう。8位のお寿司の方、ありがとう。ラッキーセブンのモンキッキの方、ありがとう。タイヤキング、やばい、気に入っちゃった。ラッキー6位のペンギンの方、ありがとう。え、もうイベント達成したの？え、本当に言ってる？ちょっと待って、一回ランキングだけ読むね。本当に？5位のマルタの方、ありがとう。4位のペンちゃんがヌンデしてる方、ありがとうございます。で、ももがさっきさ見た時6万ポイントってなってたけど、でもそれはないよね。3位のコリアコマの方、ありがとう。2位のロールケーキの方、ありがとう。ロールケーキっぽい方。それでは今日の1位ピンポンパンポン、チク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 チャン、今日の1位はのー口ぼくの名前います。3平野オーナーちゃんの方、ありがとう。タワー10本本当にありがとうございます。 Thank you! Thank you! ありがとう。それではいきます、せーの、 L! O! V! E! Love!
平野萌奈ちゃんのことありがとう。それではいきます、せーの。ありがとうございます。はい、ということで、え、待って待って待って、今日1時間も配信してないよね。桃がかり最強。え、あのどうやら20万ポイントのイベントがもう達成したみたい。たい焼きめっちゃ泳いでたけど、たい焼き泳いでたけど、ありがとうございます。やばい、時間がない、時間がないない。え、みんな本当にありがとうございます。こんなに早く達成できるなんて、和菓子がもらえます。嬉しい、ありがとう。星もギフトもありがとう。タワー10個も、たい焼きのギフトも他のギフトも本当にありがとうございます。みんなありがとう。4473人の方見てくれてありがとうございました。嬉しい、そう、フルーツ大福がもらえるの嬉しい、ありがとう。それでは2位します。左手出して右手出して、せーの、